なコッポラみたいな一流映画監督になってみたいもんやな。万一世界においては映画監督にはなられへんな。それやったらハリウッドに行かなあかんな。ハリウッドにはどないしたら行けるんやろ。うん、やっぱり南港からフェリーに乗って行かなあかんかな。兄ちゃん兄ちゃん、何や昼間からポン引きか。ちゃいまんがな、映画監督になりたいんでしたろ。なるそれ知っとるんや。わいは天使やん、何でも知ってます。天使、どう見てもデッチやないか。このデッチが天使や。さあ今から私があなたを素晴らしい映像都市に連れて行ってあげましょう。どこに連れて行くんや。未来の大阪ですって。未来の大阪、素晴らしい映像、いや映像都市の新世界になってますから。第1枚、第1枚でいいですから。いや第1枚で30分きちっと素敵な映像都市を見せてあげますよ。さあ着きましたね。これが未来の大阪や。ん？あ？お？うん？あ？このアホがどこが未来の大阪やねん。ぶっ倒すぞ。さあこっち来やれ。俺は行くまで帰りたいや。あれは何や。通天閣の隣にあんなもん立っとるやないか。大阪タワーでんかな。いつできた。最近です。え、高さ600m、東京タワーの倍、世界最大の通信タワーですね。するとやっぱりここは未来の大阪。未来の大阪は条例で環境が保護されてるんですね。こんなもんが保護されるようなもんか。ただ汚いだけやないか。いや、そんなこと言ったら香港かでベネチアかで汚いだけです。こういうのが映画の舞台に縁ですわ。フォトジェニックでしたのが。今世界中から映画監督が来てここで映画撮ってますぜ。ブラックレインって映画見ましたか。うん、見たで。あれ以来大阪は注目されて国際的な映像都市になりましてんで。うん、すごい。あれは何や。ズボラやのフグが空を飛んどる。そら未来やからフグぐらい飛びますぜ。いやー、びっくりしましたな。新今見も何も変わっていませんな。これも条例で保護されてますのか。いや別にこの辺は保護されてるわけなんやけど、何も変わってませんな。うん、ここらのドヤの値段も全然変わってまへんな。ここを上げたら公園が混みますさかいな。うん、何やあれは。直腕の向こうからロケットが飛んどるぞ。あれは労働者乗せて飛んでるロケットですから、未来やから宇宙に半端があるんですね。ああ、しもうた。乗り遅れた。待ってくれ。何やあのさん。未来の半端では大阪専用の通信衛星作ってますぜ。何やこの格好、丸ビルやないか。これが完成したら大阪で作った映像全世界に向けて放映できるんですわ。うん、心斎橋まで来ましたな。小枝の人形も何にも変わってまへんな。ここら辺もちゃんと残っとるんですね。こんな夜景の綺麗な街は他にはおまへんからな。な、何今日によるになった。こんな夜景の綺麗な街は他はラスベガスくらいですって。しかもラスベガスにはカニはおらん。そんなもんおるはずないやろ。カニだけはおまへんで。グリコの看板かて、杉の駅店の看板かて、ラスベガスにはありまへんで。海軍かてやらへん。せやけどコカ・コーラはあるかもしれまへんな。何を言うとるねん。古いもんでも新しいもんでも、ええもんやったら何でも残してんのが大阪いうもんですぜ。うん、大阪タワーの夜景もほんまに綺麗ですな。どうですか、ほんまに大阪は立派な映像都市になりましたんやで。あ、なんでわしこんなところにおるんや。ここ恵比寿橋の上やないか。あれひょっとして悪夢やったんやろうか。あのデッチのおっさんほんまもんやったんやろうか。